耕作放棄地をイノシシが荒らしております。この山の上から降りてきております。これ上の方がいいかな。上の山に上がって罠をかけてみます。ここを通ってるな。この竹に体をこすっております。この辺にここいらにかけてみます。レッドハットの3台目の罠をかけてみたいと思います。直径20センチありますから相当大きい罠です。これは規制解除のところでないと使えません。よく固めて台座を置きます。周りをよく固めます。
加重調整の棒を入れます。これちょっと入らんな、もうちょっと無理だな。このテープはイノシシが掘り返して罠を埋めた時によくわかるようにテープをしております。完了です。ここに罠があります。おととい、ここの上に3段目の罠をかけました。イノシシがかかった模様です。耳が見えるな。どんなイノシシかな。ちょっと上へ上がってみよう。早くかかったわ。ほうほう。うわ、罠を掘り出しております。すげえことやってるわ、罠掘り出して。やったな、こりゃ。あ、いいとこくくっとるわ。大きくはないけど。ジビエに出せれるかな、これは。あんまし大きくないけど。でも、結構いいとこ。おるけど、ワイヤー結構持つかな。よっしゃよっしゃ。十分十分。なんで、ちょっとしにくいよ。あと、ふれ。あれ、いけんがな、お前、斜めだな。ふれ、来い。いいか。ほら、あた、あら、頭だっけ。また頭、おい。
ちょっと輪っか大きいけど、うん、うん、まあしゃあないわ。うん、ええ、それでどこどにどんなでもいいけことしてや、うん、ナイフで刺すけ、うん、もっと言われちゃいいや、これに、ね、でもいいけ、ここにもっともっと引っ張れるだな、うん、もっと引っ張れる、うん、割れんか、いい上がるわ、うん、もっと引っ張れんだ、もっと引っ張りつけたらいいよ、これ、ほい、ええ、ほい、ほい、うん、うまいだね、うん、ちょっとこっち持っちゃう、こっち、うん、そしたら俺がもっと引っ張るけ、うん、なあ、いいか、うん、これ巻いちゃえ、巻いちゃえ、うん、ええ、これ大丈夫、切っとる、切っとる、あれ、うまい、スポーンと見てらへんから、頭に引っかかっとるわ、頭も甘いっけ、鼻くくりでな、頭くくりはちょっとな、さあいいや、ちょっと輪っかが大きすぎたから、うん、うん、いいか、これ甘い毛だけど大きかったら、いいか、うん、罠を取っときならんか、うん、まあいいよ、後からでいいけど、うん、これ髪打ったっけ今、ガチガチ、これ壊すとよう目立つけどな、うん、今日目取らんだけど大きなやつだったら目てしまうけな、うん、これ強いな、ガチガチ、うん、ガチガチ髪打ったけど、たまるまで3色いいや、うん、なぁ、うん、早いことかかったなぁ、おととい、おとといの昼からかけたに、昨日は見に来てないけな、これここはキープしてる、うん、ここもこの竹にまぐれついて、うん、